この時間は鹿島対横浜、こちらの一戦をお届けいたします。ノイゾネアレナで行われる本日のゲームです。コンディションですが、こちら現地は晴れております。今日のナイトゲーム、このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。鹿島、この試合 4-4-2 というシステムで立ち上がりから臨んでいます。非常にバランスの良いシステムですよね、はい、横一列フラットに、まあ、ブロックを作ることによってサイドからの攻撃がやりやすくなりますよね、まあ、これに対して同じ 4-4-2 でも中央にダイヤモンドができる 4-3-1-2 のシステムがありますよね、はい、まあ、これも中央に預けてサイドバックがオーバーラップするパターンがやっぱ非常に多くなってきますよね。なるほど、サイドバックの上がりが大事なんですね。まあ、この 4-4-2 のサイドバックは攻撃参加の機会が非常に多いですからね、まあ、スピードやクロスの精度、そして何よりも運動量が求められるポジションですよね。おそらくチーム内でも走行距離は一番多いんじゃないでしょうかね、はい、まず前半見ていきましょう。鹿島対横浜、エキシビションマッチです。立ち上がりですよね、はい、ここをしっかりと固めていかないと自分たちのプレーがしにくくなりますからね、相手よりも先手を取るためにゲームの入り方に集中することがまず重要になってきますよね。なるほど、ゲームの立ち上がりまずは見ていきましょう。マルコス・ジュニオール、上田、溝口、上田、サイドを使う、いい展開ですね。中へのクロス、クリア。このピンチをなんとか脱します。アンデルソン・ロペス、アンデルソン・ロペスから中川、松原、マルコス・ジュニオールへ、マルコス・ジュニオールへ、速いパス回し、チャンスを演出できるか。ルーズボールになる、ショートコーナー、丁寧に足元を使う、うわ、まだる、エドゥアルド、一旦前を取る、マルコス・ジュニオールへ、木田へ、このパス回し、鹿島あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。小池、マルコス・ジュニオールへ、ここで前を抜けるか、上田、溝口、キム・ミンテ、長いボール縦へ、ボールを下げてリズムを作るか。今日のゲーム、両チームまずこの立ち上がりは北澤さん、どうご覧になりますか。まだ点も動いてないですからね、まずは主導権を握る上でどうするのか見極めることが大事になってきますよね。スタミナがありますからね、ミスは少ない時間帯ですのでじっくりいってほしいですよね。裏へ届くか、ミサオ、サイドへ、さあどうする、どうする、ボールはクリア、土井、松原、松原から大きく縦へ、
横浜、先ほどからサイドバックが随分と高い位置を取っていますね。そうですね、全体的に押し上げるイメージで、はい、相手が引いている時なんかには有効な戦術になりますよね。ただサイドの裏のスペースのケアは必要になってくると思うので、はい、中盤の選手が1枚下がってバランスを取るなどした方がいいですよね。まあ攻守の切り替え、まさにこれがポイントですよね。そうですね。ミサオからタテのボール、カウンターを仕掛けます。中川、中川へ、中川シュート、カスの今のカウンターよくしのいだと言っていいんでしょうね。関川、大きくサイドチェンジ。鹿島、前半まだシュートまで行けていません。小池、木田へ、岩田、マルコス・ジュニオールへ、パスの交換、コンスンテ、大きく前線へ、上田、溝口、広瀬、フリーだ。さあどこに出してくる。鹿島、これは奪い返します。中川、中川へ、中川、上がっていく右サイド、松原、マルコス・ジュニオールへ、さあアンデルソン・ロペス、広瀬、ミサオ、チャレンジはしません、後ろに流す。関川、プレッシャー、ここでファールがありました。中川、右サイド上がる、クロスを上げる、キーパー直接処理しました。土井、できるか、これを拾いたい横浜、右サイド上がっていく、一人で持っていく、スクイダント、そのままキーパーが抑えました。広瀬、ボールを追います。この柔らかいパス、これはつながりません。マルコス・ジュニオール、32分を過ぎたところです。アンデルソン・ロペス、これ仕掛けるか、シュート、オーバーヘッドでしたが決まりません。アクロバティックに狙ってきましたけどもね、こういったプレーがあるとね、スタジアム盛り上がってきますからね。ミサオ、広瀬、どこを使う、キム・ミンテ、広瀬、大きくサイドチェンジ、長いパスがつながります。縦へのボール、エドゥアルド、岩田、エドゥアルド、マルコス・ジュニオールへ、小池、
ファーストハーフこの終盤、両チームスコアは0対0です。ミサオ、広瀬、キム・ミンテ、長いボールを送ります。エドゥアルド、エドゥアルドから長いボール縦へ、小池、宮市、マルコス・ジュニオールへ、フリーでアンデルソンのパス、拾いたい、さあ追い、危ない、これはどうだ、決まった、先制、いやよく反応しましたね。セカンドボールをあらかじめ予測しておく、非常にポジショニングセンスが光ったゴールになりましたよね。実に落ち着きましたね。先制1対0です。1点先制しましたけど安心はできないですよね。当然相手はアグレッシブに攻めてくるわけですから、はい、攻守のバランスをうまく取っていかないといけませんよね。前半40分を過ぎました。マルコス・ジュニオール、パースをつなげます。さあどうする、さあアンデルソン・ロペス、横浜固いディフェンス、細かいパス回し、パスをつなぎます、パスの交換、どうだ、と枚数いたんですけどもね。鹿島、あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。マルコス・ジュニオールへ、マルコス・ジュニオールへ、ここでレフリー、前半終わりの笛を吹きました。45分間戦って1対0。さあまずは前半が終わりました。鹿島としては試合の中で少しずつ相手にペースを持っていかれてしまいましたよね。まあここで一旦途切れるわけですから、しっかりと立て直して後半に挑んでいきたいですね。鹿島対横浜、それでは続けて試合をお楽しみください。後半です。この後半の入り方っていうのは非常に重要であって、守備的に行ってしまえば点を取れないけど取りに行かなければいけない、はい、非常にその辺の、ね、バランスをどういうふうに崩していくかということが一番マネジメント能力、この辺が重要になってきますよね。なるほど、一人で持ち上がっていくマルコス・ジュニオール、広瀬、裏を狙っていきます。いいオーバーラップですよ。ここで丁寧にボールを扱う、枚数いる、中につなぎたい、ロイエのボール、ミサオ、これはなかなかこじ開けられない。鹿島最終ラインまでボールを下げる、溝口、ペースを狙った、小池、一人で行く、エドゥアルド、小池、もう一つ前に行きたい、アンデルソン・ロペス、シュート、
か。シュート、ポストの左です。アンデルソン・ロペス、今のチャンスはものにすることができませんでした。ミサオ、広瀬、キム・ミンテ、ミサオ、関川、キム・ミンテ、広瀬、ミサオ、パスでつないで攻め込んでいきます。鹿島、裏への上田、横浜、ディフェンスの対応の仕方に問題があったのか、今のは非常に危険なシーンでした。大きく縦へ、素早いパスで攻め上がっていきます。組み立てながら攻め上がっていく。関川、鹿島、ここまで全体で見てもまだシュート数が少ないですね。そうですね、前半はあまり打ててなかったですからね。この後半は立ち上がりからもっと積極的に狙っていく必要もありますよね。広瀬、また中央へ、松原、ここで受けて抜けるか、中川から松原。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。鹿島としては抑え込まれてますからね、一つ一つのチャンスを大事にしたいところですね。特にカウンターのチャンスを逃さないようにしたいですよね。右サイド上がっていく、ここで丁寧にコントロール、低いボール、今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。小池、岩田、マルコス・ジュニオールへ、松原、木田へ、小池、また中央へ、木田へ、中川へ、収まった、フリーだ、どうする、マルコス・ジュニオールへ、絶好の位置で受ける、いや、いい反応でしたね、北澤さん。いや、キーパーの反応最高ですね、素晴らしいですね。横浜、決定的ともいえるチャンスのシーンがありました。溝口、さあ、アンデルソン・ロペス、関川、一呼吸を置きます。広瀬、組み立てていきます。キム・ミンテ、ミサオ、広瀬、キム・ミンテ、ミサオ、キム・ミンテ、縦へのボール、ここで受ける、サイドを縦に走らせます。もういいですね、旗は上がっていません。どうだ、クロス、岩田、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応、渡ります、パスをつなげます。アンデルソン・ロペス、
中川、マルコス・ジュニオールへ、宮市、スペースにいいボール出たんですけどもね。広瀬、三沢、広瀬、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。このパス回し、エドワルドから大きく縦、横浜、先ほどからどんどん人数をかけて前線でプレッシャーをかけに行ってますね。そうですね、相手のバックラインまで積極的に行ってますからね。はい、北澤さん、そのような高い位置でボールを奪えれば一気にチャンスになりますものね。なりますね、ショートカウンターですね、うん、まあそのためにはただ人数をかけ、あっと危ない、かわした、アンデルソン・ロペス、シュート、キーパー、ルーズボール、仕掛けるか、長いボール縦へ、中川、いいプレッシャーです。中川からアンデルソン・ロペス、裏のスペースを狙う、来た、シュート、決まった、追加点、突き放します。今のゴールシーン、中盤で奪ってからの攻撃いかがでしょうか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。今日2点目です。横浜、ここでベンチが動きます。さらに1点を追加し2対0としています。非常に大きな得点ですね、はい、無理に攻めていく必要がなくなってきますからね。そうですね、このボールはカットされます。松原、残り10分です。スルーパスを出す、シュート、鹿島、絶好の得点機、ものにできません。いや、この時間帯で打つっていうことは大切ですよね。外れはしましたけどもね。鹿島、決定的なチャンスを迎えたシーンでした。さあ、つながるか。さあ、アンデルソン・ロペス、アンデルソン・ロペスから右へ、小池、どうだ、撫でるようなボールタッチ、この位置でボールを受けます。ここは間合いを取る、ちょっと時間をかけすぎましたよね。相手が戻りきる前にパス出したり切り込んでいったりとかね、そういうアクションも欲しかったですよね。裏へ届くか、あ、いい展開ですね。さあ、選手の入れ替えが激しくなってきました。残り5分を切っています。いけるか。さあ、左へ預けて、ここで収まる、この位置で受ける、キム・ミンテ、ミサオ、ドイ、溝口、中川、緩いボール、右サイド上がっていく、どうだ、エドワルド、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。ミサオ、これ仕掛けるか、仕掛けるか。さあ、どうする、
ミサオ。ここはすぐ奪い返します。鹿島、柔らかいボール、サイドラインを割ったところで長い笛。2対0、鹿島敗れました。北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか。鹿島としては試合を通して攻めるのか守るのか、そのあたりがはっきりしてなかったですよね。やはり組織がしっかりまとまっていないと個人個人の力も活かせませんから、もったいないですよね。今日はちょっと残念ですよね。はい、ありがとうございます。さあ、放送時間もなくなってまいりました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。鹿島2対0で試合を落としています。